エドゥアルド・ドスレース・カルバーヨは、ポルトガル・ミランデラ出身の元サッカー選手。元ポルトガル代表。現役時代のポジションは GK。SC ・ブラガの下部組織の出身だが、キム・パウロ・サントスの影に隠れ、23歳まで、リザーブチームでの生活を強いられた。飛躍のきっかけとなったのは、2007から2008、シーズンの達者だリーガであり、 当時、レンタルで所属していた、ビトーリア FC の優勝に貢献し、大会 MVP に輝いた。2010年には、アーセナル FC への移籍も噂されたが、7月8日に、マルコ・アメリアを AC ・ミランに放出していた、ジェノア CFC へ完全移籍した。ジェノアは移籍金450万ユーロを支払って、保有権の75%を獲得している。 ジェノアでは37試合に出場し、レギューラーとしてプレー失点こそ前シーズンに比べて減少したもののチームは10位に終わり、さらに時折無謀な飛び出しが目立ったために、首脳陣の信頼を得ることはできなかった。2011から12シーズンは3年ぶりの UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得を目指し、アクフ・フィオレンティーナからセバスティアン・フレイを獲得。 構想外となり、SL ベンフィカへレンタル遺跡死母国に復帰した。しかし、前年に、SC ブラガの政治遺棄として、UEFA ヨーロッパリーグで準優勝した、アルトゥール・モラエスの控えにアマンジ出場機会はなかった。2012年より、トルコのイスタンブール BB でプレーする。2014年6月27日、クロアチアのディナモザグレブに移籍した。 2016年8月25日、チェルシー FC に移籍した。ティボクルトは、アスミル・ベゴビッチに次ぐ、第 3GK として加入した。2016から2017シーズンは、出場機会はなかったが、2017年5月23日に、契約を1年間延長した。2018年7月6日、フィテッセに、出場機会を求めて、レンタル移籍した。 2019年、ブラガに復帰。2019から20シーズン終了後に、現役引退を表明した。前述のセトゥーバルでの活躍は、当時のルイス・フェリペス・コラーリ・ポルトガル代表監督も、注目していたが、ユーロ2008のエントリーメンバーには選ばれなかった。2008から09シーズンからは、ブラガに復帰し、ポルトガル代表にも招集されるようになる。当初は、 リカルドペレイラに代わって定位置を確保したキムの控えだったが 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選序盤戦ではキムの不安定なプレーが続き2009年3月28日のスウェーデン戦からスタメンで起用されて以降高パフォーマンスを披露ボスニア・ヘルツェゴビナとのプレーオフでも2試合通じて無失点に抑え 2010FIFA ワールドカップ本大会 進出に貢献した。その後、ベト、ジョゼモレイラ、ダニエル・フェルナンデス、エンリケ・イラーリオ等との激しい争いの末、代表メンバーに選出されさらに政治意見を任される。本大会では4試合で1失点と奮闘したものの、チームは決勝トーナメント1回戦でスペインに敗れ、ベスト16に終わった。2011年に入ると、 ルイパトリシオに定位置を譲るようになっている。ありがとうございます。